オリコンスタイルをご覧の皆さん、こんにちは。翔也のボーカルの寺田恵子です。 WeRock。 怖がられてたりとかするので、あ、隙がないらしいんだよ翔也って。だから本当は隙をね作って遊んでたらよかったのにねとかって思ったりするけど、なんか当時はもう隙もなかったらしいって。なぜかっていうと、やっぱり女バンドを認めてほしいっていう思いとか、ハードロックっていうのが、ごく一部の音楽ではなくて、もっとなんていうのかな、あの日常に入ってくる音楽になればいいのにっていう思いもあったから、あの負けちゃいけないっていうね、あの世間に負けちゃいけない、男に負けちゃいけないっていう、そういうのですっごいなんていうの、力が入ってた時だから、当時は女なめんなよって生きてきたんだと思うんだよね。今は熟女なめんなよできてるけどあのだからそれはメディアとか、あとファン同士の対立はよくあったらしいの、どっち派みたいな、うちがこんなにお互い仲いいのにねってファンが喧嘩してるみたいなのはあったけど、多分翔也一個だけだったら多分売れなかったんだと思うのね。お互いが同じあの時代に同じ土俵に立つことによって、こう周りがすごく注目してくれてたと思うから、だからそれでこうジャンルが違うから比較対象されながら、そういう部分で女の子の、ね、そういうムーブメントっていうのが起きてきたのかなっていうふうに思うけど、それでもやっぱりあのプリプリはすごいガーッて、もう本当にうわーって売れてったので、でその時に、あ、世の中やっぱり可愛い女の子のがいいんだとかってちょっと思ったりはしたけど怖い女の人はダメですかみたいなで実際あの「なおねよん」って女の子のイベントやってた時も、翔也とプリプリでお互いに衣装交換してやろうって言って、翔也が、プリプリのメンバーから衣装を借りてきて、それでプリプリの曲やって、でプリプリは翔也の衣装を着て限界とかそういうのやったりとかね。メディアには一切出してないけど、その時にみんなで撮った写真とかは個人的には持ってる、まあ、一番最初に誘ったのはドラムなんだけど、ドラムも自分のソロのバンドの方に、サポートメンバーで入ってもらって、それでライブやれば今の私が言ってることが本気だってことで気がついてくれると思ったから、もう言葉じゃないって、心と心が通じ合えばって思って、ドラムの子をソロの方に入れてライブやったら、もうなんかこうなんかねピーンって感じでなんか来たんだって。それで やろうって言ってくれて、そっからはドラムの子に手伝ってもらって、こうあっちからこっちからで攻め方をね、一方通行じゃなくて後ろから攻めたりとか、そういう感じで、男前すぎて、実際に翔也のメンバーで結婚してるメンバー一人しかいないんですけど、その一人が唯一翔也の中でアイドル担当で可愛い子なのね男前メンバーは誰も嫁に行ってないっていうね。でもあれなのよ、別に男が嫌いなわけではないのよ、男は大好き大好きさあんまりにも男前すぎちゃったりとかすると、ちょっとなんていうの、暑苦しいじゃん家の中がちょっとだからあのビジュアルも4つ4拍子揃っててパーフェクトっていう私の中の4拍子があって、それがチビでもハゲヒゲなんだけど、だからそのうちの1個でも持ってればちょっとキュンとするんだけど、4つ揃ったらもうメロメロ。男のバンドくくりになってるけど、実際にレコーディングしてる時はこの人たちは男バンドだからとか、そういう部分では演奏もしてないし、で改めてやっぱり聴いていくとすごく詩が良かったり歌が良かったりとか、それから演奏がすごかったりとか、その時代その時代で、光を浴びる人のパワーっていうのかな、それはね、レコーディングしててすごい感じた。本当にテクニックもすごく上がってるし、ビジュアルもすごい可愛いし、この子たちに本気出されたら怖いぞとかってやっぱ思う時もあるし、でも逆にその子たちが本気出してこっちにぶつかってくれば来るほど、絶対抜かされないっていうね、そういうなんていうのかな、どっかで追い抜いてほしいっていう部分と、絶対追い越さない
追い越させないっていうね、うん、部分と両方ともあるかな、うん、もう困ったことがあったらいつでも相談に来てほしいって言ってあるし、うん、多分あの女バンドにしかわからない悩みだったりとか、うん、そういう時が今はあのまだデビューしたりとか、うん、楽しい盛りだからいいけど、そういう時が来た時は遠慮なくおいでよっていうような話も、うん、あのするような感じの間柄ではあるので、うん、やっぱりモチベーションはファンが大きいよね、うん、自分の歌とか自分のやってる音楽で、なんていうのかな、明日生きる力になるとか、それからあの楽しいとか、それから、曲を聴いて一緒に傷んでくれたりとかね、そういう人たちがいないと仕事としては成り立たないし、続けていくことも多分できないかったと思うから、だからあのそれが人数が多い少ないとかではなく、そういう人が一人でも、うん、いてくれるっていうのはやっぱり自分が、うん、もっと頑張んなきゃと思う気持ちにつながると思いますね。でそれが多分やってこれた一番大きな理由だと思う。好きだけではやっぱり仕事としてはやっていけない世界だから、うんうん。